はい、どうもー、ゆうご .tv でーす。このアプリ機能をとりあえず片っ端から使っていこうと思います。ははは。今日はサメバージョンでお届けしたいと思います。早速それでは本日の人生に役立つ情報を読み上げてきますので、共に学んでいきましょう。新しいことを勉強するより、復習する方が得ることが多い。こちらのお題を今から読んでいきます。新しいことを学ぶだけ勉強ではありません。習ったことを復習し、さらに深めることも勉強です。新しいことより、一度習ったことをもう一度復習する方が得ることが多いです。一度でも習ったことがあると予習の働きもします。学校での勉強では予習をすると先生の言っていることがよくわかるようになり、頭に入っていきやすくなります。それと同じように初めて経験することや習うことは予習と考えて、復習でもう一度学ぶときに本当の勉強になるのです。復習するときに本当に頭に入ってくるようになります。理解ができるようになります。同じ本を1回読んで終わりにするのではなく、2回目、3回目と読んでいく方がより深い理解が得られるようになります。映画も1回見ただけでは単なる予習に過ぎません。2回目、3回目と見ると内容も知っているだけに、別の視点から物事を考えることができ、結果として得られることが多いです。初めての勉強は予習です。予習となる2回目から本当の勉強になるのです。世の中のすべての初体験は予習と考えることです。一度経験をしただけで分かったような顔をするのはまだ早すぎるのです。今日の格言、復習をして本当の勉強を始める。なるほどね。確かに一度しか読まなかった本を読み返すと、あ、こんないいこと書いてあったんだって、確かに新しい、一回読んだはずなのになんか新しい発見をまた、できますね。まあ大体頭に入ることは、まあもう潜在意識に無意識に入ってるから、別に本はじっくり読まなくてもパラパラーっとそれを何回も読んだ方がいいって、聞きますしね。はい、ということで、一回やったからといって得意げな顔してはいけない。これからも2回も3回も経験して身につけていきたいと思います。今日も勉強になりました。ご覧いただきましてありがとうございます。それではドローン。